はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィジです。では、今回は、信長の野望争点6続きをプレイしていきたいと思います。ここまでですね、桶狭間の戦いを終えて、美濃の斎藤家攻略を進めてきているというところになります。で、今回もその続きになるんですが、何はともあれ、まず忍者と仲良くなっておいて、忍者を大量に、しかも優秀な、雇い入れた上で、難攻不落、稲葉山城の破壊工作に入ってもらおうかなというふうに思っています。で、あと今外交を進めているんですけども、外交周りで言うと、あとは大名家でですね、不戦を一旦武田と結んでおきましょう。なんといっても武田、今戦っても勝ち目はないので、武田には金をいくらはたいてでも、不戦を結びましょう。で、あと、軍事系で言うとですね、兵種の変更で、信長、今、鉄砲なんですが、これ、鉄砲がもし死んだら、変えていかなきゃいけないかな、というところですね。で、軍馬系も今、軍馬全部、渡しちゃったので、残念ながら。そのあたりは、ちょっと様子を見ながらという形になりそうですね。どうしても不足してくるもの、余るものって出てくるとは思うんですけど、鉄砲はお金がかかるので、できれば信長用に取っておきたいというのが本音です。なので、このあたりはもうこれを機に一気に変えていきましょう。本当はね、しっかりと揃えてあげたいんですが、これでも刑事は牙だよな、やっぱ。刑事は牙にしましょう。で、半兵衛も変えていきます。このあたり、ちょっと面倒ではあるんですが、早め早めにやっておかないと取り返しがつかないことになるので、やっちゃいましょう。これで一通り全部変えたかな、変えましたね。で、歩兵を入れておきます。で、さらに、人事で活躍してくれた人たち、半兵衛などには、加増をしてあげましょう。で、さらに、人事異動を行っていきます。今、清洲城には画面右下18人入っているので、これちょっとね、最低でも各城、5人以上は入るように、調整していきます。というわけで、長秀。これは毛利長秀ですね。あとは、そうだな。川尻、秀隆。この3人を入れて、苗木城は6人体制に変えていきましょう。あとは、ちょっと仲良くしておきたいところは、特に国境沿いの苗木城とかはね、万々が一武田側と仲良くされて最悪寝返られるっていうことがないように、国境沿いの城には頻繁に使者を送って仲良くしておきます。特に勝家は有効度95ですけど、遠藤は、苗木城の城主遠藤はちょっと微妙でしたね、今見た限りでは。では続いて諸勢力に金を送ります。特に忍者系ですね。金はいくらあっても困らないので、できれば節約したいんですけど。さあ、では一旦これでいいかな。あとは、そうだ。諸勢力のところで言うと貿易をお願いしたいので、水軍衆にはね、水軍衆にも金を包みましょう。世の中金ですからね、金。なので今金を送った、この岡部、
水軍衆には貿易の依頼をしておきましょう。おお、断られたか。まあ、これはしょうがないですね。金をもうちょっと積みますか。71まで一気に上がった。これだと貿易できるんじゃないかな。ちょっともう一回チャレンジさせてください。この中でいうと前の長安あたりでちょっとトライしてみる。半年後貿易の結果を楽しみにしましょう。だいぶお金を使っちゃったので、今回新たに忍者を雇うのはちょっと見送って、今いる忍者これに破壊工作を命じましょう。11人いる忍者、ちょっと選べない。破壊でしょ、破壊。稲葉魔女、これも前回やっちゃったっていう感じだね。セーブする前にやっちゃったねっていうとこかな。じゃあこれで一旦時間を進めます。ですぐさま、あ、そうか、トリミネ城が今危ないのか。トリミネ城にまず軍勢を送りましょう。そうすると行軍指示で、まず鳥峰城2750人、武将が5人、敵は武将4人、2100。これは出陣してまずは斎藤義辰軍を撃破。さらに内騎城からも出陣して一路稲葉山城を目指します。でもちろん信長この本体も稲葉山城に向けて出陣で、さらに家康とともに今川攻めも行っているので、ここに勝家を出陣させましょう。そしたら鳥峰城からも軍を出して、もうここは本当に一気に稲葉山城を弱体化させていきます。今川勢に敗北したかは、まあしょうがないかな。戦っておくっていうのが大事なので、ここはまあ家康に織田軍も今川攻めに参加しているよっていうね、そういうポーズ、これが大事ですからね。では鳥峰城からも兵を出します。まだでも本丸二の丸三の丸と防御力十分なので、もうしばらくは囲っておきましょう。でここは続けざまに出陣していこう。と家康軍が不甲斐ないかな。稲葉山城をいかに早く落とすかというのが大事になってくるんで、まあ史実でも信長はね、その美濃攻略に時間がかかったっていうのが一つあるようなので、あと姉小路家が今攻めてきてるな。ちょっとこの姉小路さんを武田が姉小路を攻めてくれて、姉小路が兵を戻してくれればいいんですけどね。ちょっと微妙な情勢だな。ここは和豊が家臣に加わります。能力的には微妙だけど混乱持ってるので、まあ使い方によっては
活躍してくれる場面もありそうですね。遠山か、遠山のところに何か物資を送ってあげなきゃいけないんだな。早速じゃあ遠山のところに、まあ、苗木城ですね、ここに物資を送りましょうか。今苗木城が、まあ、姉麹もしくは武田今川方に寝返られるとかなりきついので、それを防ぐためにも、まあ、使者とともに物資も送って支援に当たりましょう。まずは早速ですけど、内記城の遠山のところに名古屋を送りましょう。で、忘れないうちに忍者による破壊工作、これはやっておきます。誰か一人やってなかったよね、今。そんなことないね。全員やりましたね。じゃあ、これでよくて。あとは、軍事で、歩兵、行っておきます。さらに、内政で物資の輸送。何が足りてないの？兵糧が足りてないね。じゃあ、兵糧を送りましょう。物資も輸送したし、今回は外交は大丈夫かな。諸勢力一応金をばらまいておきますか。またよし、こんなところですね。心配なのが鳥峰かな。鳥峰城が大丈夫かどうかというのがちょっと心配ではあります。まずは勝家だな。勝家は一旦これ皇族でやってきている岡崎城から出てきた家康軍、これ一旦吉田城と交戦してもらおう。で、吉田城がへばったところに勝家軍が攻めて、吉田城を横からかすめ取る。そういう作戦でいきます。で、稲葉山城はまだ硬いな。兵士も4000詰めてるんで、これもう1回2回と野戦で敵を叩くまで待ちましょう。なので三の丸が少なくても破壊されるまではこのまま待ちます。今川もまだまだ城の数はあるので、吉田城に対しては5詰めを送ってきてますね。これ早めに一旦吉田城に攻撃仕掛けてもいいかもしれないな。というわけで一旦勝家に力攻めを指示しよう。で、稲葉山城はまだ三の丸8残ってるな。まだ戦える状態ではない。吉田城の攻撃が失敗か。まあしょうがないね。まあ
さっきもお話したようにあくまでも家康へのポーズ演出なので、本命はこの稲葉山城攻略戦です。この今1562年の春2月下旬になってますけど、この1562年のうち、年内のうちには美濃稲葉山城確実に奪取したいですね。貿易船が帰還。おお、農政全勝入手。さらに長政だな、中郎の一人、豊臣三中郎その一人で、いや五奉行の一人ですね。何、稲葉も一徹もなんかごねてるな。一徹にもなんか物資を送らなきゃいけないですね。そうなると金も物資もいくらあっても足りない。浅井と朝倉って婚姻関係まであったんでしたっけ？ちょっと記憶が曖昧だけど、婚姻関係があったのかな。一徹のところにもちょっと物資が全然足りてなさそうなので、物資を送りましょう。破壊工作は仕掛けられないか、今だと2回に1回とかそんな感じでしたっけ。内政外交、まあこの辺りも今回は特に必要なさそうなので、このまま軍略フェーズに入っていきます。まずはここ三の丸やっと崩壊させた。味方の軍勢は敵軍を圧倒してるとはいえ、まあ油断ならない状態であることには変わりないですね。どうする、もう一押ししてみる。吉田城これでも本当にその稲葉山城に4000の兵で籠城されるとなかなか辛いですね。できれば力攻めしたいんで、敵の兵の数は減らしたいんですが、一
旦力攻めをして敵の兵の数削ってみますか。まあ兵糧ばっかり減ってっちゃうんでね、今だと。勝家失敗したか。まあ、ここはしょうがないかな。で、信長が全滅すると終わっちゃうので、信長は、一旦、やめて、信長以外の軍勢を出したいんですが、統率がその中でも上位となると、吉成かな、森吉成。これを出しましょう。まあ、総大将がやられると元も子もないので、いやーなかなかきついな。こうやって見ると斎藤も、門の破壊が進まないまま軍勢の数がすり減らされていってしまってるのはしょうがないかな。まあ敵を挑発して城の外におびき出して殲滅していきましょう。よし、城門突破したね。残すは本丸のみ。もう1回2回と特攻仕掛けたいな。まあそれまでにたまるかどうかですね、ここまで来ると。火はつかないか、まあ、これはしょうがないかな。まあやっぱ挑発を使いたいですね、ここは。敵の武将の数、兵の数を減らしたいので。よし、これで一気に城外に出てきた敵を叩きましょう。よし、稲葉山城、これでなんとか目処がついたかな。落とせそうな目処が。もう1回2回と仕掛けられれば勝機は十分にある。耐久も一気に減らしたし、敵の兵の数もだいぶ減らした。これであとは門を突破するのが先か、敵の兵をゼロにするのが先か。いや、挑発かなり有効だね、本当に。ゼロにするのが先そうですね、敵の兵の数。これをゼロにする方が先かな。
稲葉山を落としたら今度は六角、まあ、南近江ですね、そちらの方に兵を進めていきたいので。何、回復してきやがった。まあ、ただここは確実に稲葉山城を力攻めで落としましたと。もちろん取り潰しましょう。よし、稲葉山城攻略完了。で、美濃から先に進みたいんで、一旦三河、遠江、駿河方面は任せましょう、家康に。いやー、ちょっと時間かかっちゃいましたが、最低目標1562年中っていう目標に対しては、まあ、十分に目標を前倒して美濃の計略攻略完了しましたね。もうこれ見てると姉小路は武田の前にやられちゃうなっていう感じがかなりするな。ともちろん忍びはいればいるだけ助かるので、どうか数か入れていきます。で、今ちょいちょいって飛ばしちゃいましたけど、家康との伏線が終わってしまったので、ここはしっかり入れておきます。ちょっと待ってくれ、どういうことだ。上杉から脅迫、武士を差し出して許してもらうしかない。いや、怖いな。上杉武田を超えてきたか。しかも使者でやってきたのは範政ですけど、謙信の家から来てますからね。まあ今謙信の家と戦う力はない。まだ一刻も早く南近江を攻略して上洛の道を探りましょう。まずは外交で大名家伏線、これを家康と結んでおきましょう。で、そろそろある程度寺神社この辺りにも金をばらまいて、一旦有効度を少し上げておきます。一向一揆とか起こされても今それに対応するだけの余裕はないので、まあ、多少お金を使ってでもここは我慢しましょう。で、朝廷にも金を払っておいて、まあ他国の工作によって朝敵化されるのを防ぎます。あとは人事異動ですね。人事異動を入れておきたいので、この後人事異動を見ておきます。秀吉、半兵衛、秀長、利家、
成政、あとは刑事。そうか、本拠地変更みたいなのをしなきゃいけないんだな。ここの上司を自分に変えたいんだけど、変えられないんで、ちょっとこの辺りは後で確認してやっておきましょうか。で、忍者の潜伏先を変更していきます。さあ、こんなところでいいかな、一旦は。ではちょっとね、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回以降南近江攻略、さらには上洛戦、この辺りをやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。